先回った人もいると思うけど、どうも山田すずです。山田すずです。こんにちはこんにちは、元気ですか？休み、今日は休みです。光飛びすぎじゃない？さっきもしてた。あ、やばい、光意味ない、あこここんにちは。今日はさっきね、インスタストーリーで質問を募集してたので、それに答えていこうと思います。イエーイ。全然人おらんけど今。では、まあこれはアーカイブに残す予定なので、ね、時間がなくて見れなかった人も見れるようにしたいと思います。では早速、ちょっと来るかな本人、ちょっとね、あ、やばい、なんか来すぎて消えたかもしれん。じゃあもう最初これいこう。ももるん、ももるんがすずさんとお泊まりするために最近は生きてます。ももるん、そう、ももるんとお泊まりする約束をしてて、お泊まりデートをする約束をしてるんですけど、8月中に夏休みにしようって言ってて、すずの家に来る予定です。ももるんがその時もまたインスタライブなりショールームなりできたらいいなって思います。ももるん、あのももるん、岩田桃香です。ももるんに早く会いたいので私も頑張ります。ファイト。次、上から行っていい？でらん、最近のアヤンとのエピソード。最近はアヤカ、あやかって呼んでやねんけど、最近ずっとあやんやったのに、なんかすごい、なんか勝手に自分の中であやかはすずのものっていうのが出てきて、めっちゃ最近そう、だからあやかとか呼んでるねんけど、あのこの前あやんとちょっと今あやんって呼ぶけど、あやんと喧嘩ドッキリをねみんなに仕掛けたかって、そうしようと思ったんですけど、笑ってできひんかった。思い出し笑いできる。そうできんかったんけど、ちょっとしようと思ってますアヤンと。はい、次ファンデーション何使ってる？ファンデーションはイブサンローランのファンデーションを使ってます。イブサンローランのファンデーションをずっともう使ってる。ちょっと高いねんけど、でもめっちゃカバー力あるし、あといっぱい入ってるし、内容量が多いし、何やろ、めっちゃ公演とかの時にも使ってるんですけど、やっぱめっちゃ汗かくねんけど、公演ってでも全然落ちひんねん。帰ってきてもまだ生きてる。お家に帰ってきてもまだ肌が生きてるって感じ。今日はクッションファンデやけど、クッションファンデやったらキルカバー、リカちゃんがおすすめしてくれてんけど、キルカバーかエチュードハウスを使ってます。はい、次。めっちゃ光飛びしゅ、うわっ、どうしよう。好きな髪型は何ですか？これは女の子、女の子でかな、女の子の好きな髪型はストレートかハーフツインですね。私はか高めのツインテール、王道アイドルのやつが好きで、ハーフツインはめちゃめちゃ好き。ハーフツインしてる女の子が大好きで、めっちゃ好き。髪の毛茶色くても髪の毛真っ黒でもどっちでも好きです。ハーフツイン してみんな女の子。おすすめのコスメありますか？プチプラだと真似しやすいな。
おすすめのコスメは涙袋のやつなんですけど、もうメイクで涙袋めっちゃ大事にしてて、私多分してて、涙袋は K パレットのやつを使ってます。なんか K パレットのやつな、普通にキラキラをのっけれるやつと影を描くやつがあのダブルでついてて、それでキラキラ乗せて影描いてっていうようにしてて、一本でできるからおすすめです。めっちゃ同じ人から何個も来てんねんな。どうしようかな。うん、どうしよう。いやー、めっちゃ悩む。あ、これにしよう。嬉しい。すずちゃん彼女感ましたね、かわちいって。嬉しい、ありがとう。何年前やろ、結構前にさ、ずっと彼女感欲しい彼女感欲しいとか言って、全然もうペット感ぐらいしか出えへんくてさ、悩んでてんけど、やっぱ年齢とともにそういうのって出てくるのかなって思いました。私は最近嬉しい、でもそうやって言ってもらえて、別に最近狙ってないもん。イエー、ありがとうございます。確かに質問じゃないなこれ。あ、これも質問じゃないけど、最近チーム B2 が愛おしすぎます。嬉しい、ありがとうございます。チーム B2 これからも愛してください。ラビュー、これからで来る。あ、次、どうしよっかな。まるで魔法のように、シナモンになりたいです。それはすずも一緒です。なれるといいですね、シナモンに。シナモンになれたらすず何もせえへん、ただみんなに可愛がられるだけって感じですかね。いいですね、シナモン。てれん、サマステのセトリ最高だった、みんなで考えたの。サマステは結構大人の方がメインで考えてくださって、あの今回は待ってました新学期と僕が負けた夏をちょっとユニットみたいな感じで披露させていただいたんですけど、それは自分たちで考えました。ちょっとなんかエモい感じにしようってなって、初めての NMB48 にとって初めての赤白曲だったので、それを2つやりました。最初赤か白すずどっちやろうみたいなこと話してて、お姉ちゃん白やったけどなって思いながら、でも赤で待ってまして新学期をやりたくてめっちゃ飛びたかったんですよ、サビのところで。だから待ってまして新学期にしましたです。めっちゃ好き、待ってまして新学期結構やってんねんな。なめくじハートと同じぐらいやってる気がする。なめくじハートめっちゃ懐かしくないですか。めっちゃやってたのに最近全くやってない。うん、好きなアイスである。好きなアイスはパピコが好きです。あ、やばい、ピーコが好きで、あとはチョコレート系めっちゃ好きです。チョコレート系のやついつものパパが買ってきてくれて、パパもチョコレートが好きやからいつも一緒に食べてんねんけど、なんかほんまにアイスって熱いからもうめっちゃ食べたくなるんじゃないですか。なんかめっちゃ食べちゃう。笑っちゃう。はい、来た。
横野すみれちゃんのグラビア見た感想はもう最高すぎる、めっちゃ好きです、あの体つき、いやほんまにすごいですよね横野すみれちゃん。なんかあんまり直接喋ったことないからこんなこういう場所で言うのもあれやけど、ほんまにめっちゃ好き、ずっと見てれる、最高です、本当に。はい、でれん、前髪どれぐらいの頻度で切ってる？なんかくるってするのあんまり好きじゃなくて、パッツンで、だから週2ぐらいで切ってるかも、自分で切ってるかな。そう、でもちょっと伸びてきたから切ろうと思いますけど、今日切ろうかな。じゃあ前髪めっちゃ切っちゃう。今年はちゃんと日焼け対策できてますか？でも家から出てないからあんまり焼けてる感じはせえへんけど、でもおとといの前の日でめっちゃ焼けた気がする。違う、サマステとティフでめっちゃ焼けた気がする。あのリハーサルとかしててめちゃめちゃ暑くてめっちゃ焼けた気がする。なんか鏡見てもあれまた黒くなったかなと思ってた、ずっと分からんけど